右横見て。今からさ、病院行こう。で、薬もらおう。痛そうだけど。でも、痛くはないけど、変な感じ。まあ、変な感じ？痒いとかもない？でも、ここがさっきからかじって。痒い？でも、もうあんまり痒くない。結構片目閉じちゃってるね。大丈夫？すごい。大丈夫？本当。ね、今病院着きました。じゃあアイちゃん近いか、はい。これから見てもらいます。右横見て右側、左横上の方。はい、さくらこちゃん目の病院行ってきました。目の病院終わった後、あの習い事のプールにねちょっといて、髪ボサボサなんだけど今あの病院の先生さ見てもらったじゃん。やっぱアレルギー持ってるから夕方とかになるとやっぱ痒くなって目やにとか出ちゃうんだって。だからいつも清潔に水で洗ったり、痒かったら冷やしてくださいって言ってて、で薬2つもらったんだけどね、これ炎症を抑える薬。まあそんな大事じゃなかった、あのすごいさ菌が入ってとかじゃなかったみたいで、結構さほら目さ治ったもんね。この薬とこの薬、こっちは振って使う。そうだね、2つもらいましたね。だからちゃんと目洗って、かゆい時は冷やしたりしてねって言ってたから、気をつけていこうね。梨おいしい、酸っぱいのね。ずっとあのねママがねコロナだったから、ママなんとあのコロナで1週間何も食べれず、あのかなりの重症化してました。ママさんあのもう本当に人生で初めて大変だったかな。7日間何も食べれなくて7キロ痩せました。すごかったね。だから今食べるものが美味しいんだよね、何でもね。はい、アリサちゃん、あちなみにアリサちゃんはそうなんですよ、ちょっと今歯がね抜けそうなんだよね。ちょっとまたこれ動画ね、歯の動画ね。あ大丈夫、ちょっとそんな無理やりはない。ここ見せて、見せて。あそう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 、ぐるぐるしてる。今日抜けるね、また動画撮りましょう。はい、はい、バイバーイ、またねー。